はい、この車はですね、クイントインテグラっていうんですね。で、クイントインテグラはシビックとアコードの間を埋める5ドアミディアムセダンとして80年に、まあ、登場しました。で、クイントを発展させた車であって、トミカとしては85年にデビューをした3ドアの、ハッチバック車というのを再現しているということです。クイントっていうのは今じゃ聞いたこともない名前ですが、昔クイントっていう車があったんですよ。一番初期最初の時に。1980年代ぐらいにホンダクイントっていう車がありまして、それもやっぱりこのような感じのハッチバックの、どっちかというとステーションワゴンみたいな形の車だったんですね。で、それがこの2代目になって、クイントにプラスインテグラという名前がついて、クイントインテグラってなって。で、今の、まあ今インテグラって車自体ももうなくなっちゃいましたけども、その後インテグ、クイントっていうのが取れて、インテグラのみとして独立しちゃったんですね。だからクイントが逆に滅んでしまったという、そういった、ものがあるんです。この時代はある意味希少です。クイントという名前とインテグラっていう、もちろん名車となる名前がくっついてますからね。で、なってるという車なんですね。で、これは実車としてもこんな珍しい、実車はあんまり当時はあんまり売れなかったんですが、まあ実車でもあんまり売れてるのはあまり見たこともないような車をトミカ化してしまうというのも、これも、トミカとしてはそういうところがまたいいところだなと思うんですよね。で、それでしかもこれは販売期間が短かったと思う。1年もいかなかったんじゃないかな、これ。多分販売期間がね、1年もなく、すぐに製造中止になっちゃったんですよ。で、これはその他にも黄色と、この黄色バージョンが2種類ぐらいあって、その他に青、ブルーの青とか、白い色バージョンもある。で、白ってのがめちゃくちゃさらに貴重なんですよ。製造期間がこれ1年も満たずになくなったから、ましては白とか青なんていうのは、めったに見ないんですよ。本来は通常として売られてた色としては、この黄色バージョンというのを当時としては見かけたかなと思うんですが、その中で青とか白のバージョンというのは、その中でさらに短い期間だけ、確か製造されていた。から、今となっているのは、もったり手に入んないんですよね。なぜかって言うと、当時は不人気だったから。不人気だったってことは、買い手があまりいなかったってことは、まあ、皮肉な結果なんだけど、買い手があまりいないってことは、それだけやっぱり、視聴者になってしまうんですよ。だって、一気に店から撤退したとき、一気に処分されちゃうからね。だから、その手の当時のものっていうのが一気になくなっちゃうんで、これはもう珍しいですよ。だからそれ白をすら見かけるのは珍しいですが、この、黄色というのもめったに見る、お目にかかれることはないかなという車ですね。うん。なのでもう実車そのものももう見ないですからね、これは。だからもう非常に貴重な、車ですよ。確かこれをなんか天皇さんのご夫婦さんがね、天皇一家さんがこの車に確かずっと乗ってたんですよ。つい最近ぐらいまでかな、ずーっと長いこと、年局確か返納したと聞いたんだけど、そのまでずっと、乗ってたっていうね、びっくりする事実があったんですが、まあ、天皇陛下さんが乗る車だったら、あそこまで身分の高い人が乗ると、まあ、相当ね、ベンツとかロールスロイスとか、ああいう高級な車乗ってるのかなと思うんだけど、まあ、高級車だけじゃなくてですね、センチュリーとかね、ああいう高級車だけじゃなくて、実はそういう庶民的な車を乗っていたというのが、こう驚いたんですが、まあ、そういった車を乗っていたということでね、これは、なんかその敷地内だけを、敷地内って言ってもほら相当広いから、その広い敷地内をこの車で移動してたっていうらしいですね。なのでなかなかこれはめったにも見ない、車でしてね。うん。まあそれで一気に、ある意味この車の名前が知れ渡ったというか、の車でしたね。
でもそういうようなことをしてくれると、まあ、ありがたいんですよね。なぜなら車の価値としても、やっぱりそれだけ高くなるからね。なので、なかなかこういう車っていうのは出会えないのでね。今じゃそう簡単に、トミカとしてもそう簡単に手に入らないから、これは、非常にお買い得だったかなと思う。で、こういう風になっていてね。内装もあって。で、これ私1台だけじゃなくて、これ3台ぐらい持ってますね。この、気に入ってるからね。黄色がもう1台ぐらいあって、もう1台別の色バージョンも確か持ってるんだけど、これもなかなかめったにないもんですから。よかったなって思います。ただ当時のトミカの残念なところはね、色が塗ってないんですよ、一部ね。この、このイコノマに関しては前も塗ってなきゃ、後ろも塗ってないっていう、ちょっと残念なところがあったんですが、まぁ、ちょっとこの時代のトミカはね、そういう点においてはちょっと手抜きしてるんでね。そういう点じゃ手抜きしてるのよ。多分安くコストを抑えるために、多分そういう風にしたんじゃないかなと思うんですが、そういったのが結構この時代があってですね。で、そういったところがあったのが、まあ、唯一の残念なところだなというふうに、思った次第であるかなというところではあるんですが、まあ、なかなかこれも、今では珍しい、車だなというところですね。どうなるかと思います。